阪神の打撃スタッツで目につくのは、四球の多さだ。452四球四球率 9.2% は、2位の東京ヤクルトスワローズと46の差がある。あとの4球団は、325未満だ。多くの四球を選ぶことにより、阪神はリーグ1位の出塁率、3割2分4厘を記録している。こちらは、2位の東京ヤクルトより14ポイント高い。やろうと思えばすぐできる作戦やん。ならやれや。でも今年三振数やばいらしいよ阪神。四球こじき打線って定期的にすげえってなるけど気づいたらどこもやってないよな。どんでんはストライクを振って、ボールは見逃せとしか言ってないと。ロッテもやってたやろ。それロッテがやって失敗したやつやん。振ってこないのバレバレで2球で追い込まれてた。流行るというかもともと得点力あるチームは割と四球多く取れることが多い気がする。フロント査定はアップせんぞ。日ハムは来年から四球査定アップするって公言してたぞ。新庄がすでに真似してるライフから四球査定アップするらしい。パクるって別に阪神が起源の戦法じゃないやろ。こんなもん昔から強打者全員やってたやん。中日がやるべきやった。中日もよ四球減らして四球を増やそうって毎年言ってきたんだが。偏見やが中日って四球の査定はそのままで四球狙えって言いそう。そりゃ四球取れるなら取った方がいいわけで。四球こじきしつつ最低限以上の打率と強打率を残せる打線だから成功しただけやろ。使い方間違えれば見逃し三振増える実験やと思うで。割と今年の阪神の戦い方って革命よな。オリックスにも勝てる戦法やったし。ストレート強い阪神との合わせ技に近いからストレート強いチームはありだと思う。全員丸になるみたいなもんやろ。そらうざいわ。四球選ぶことの真のメリットは自滅してクソ甘いコースに投げてくる。全球眼がいいというイメージあると得だよな。近本わざと追い込まれてゾーン絞ってるとか言ってた気がする。にっしりそんな四球選んでないよな。オリックスにはバレとってにっしりでは初球甘い球多かったやろ。見て前言われとったんことしちゃうよな。歩いて前打線や。